チャンネル。こんにちは、 JST ハワイ担当の杉浦です。毎週日曜日はハワイを中心に海外の最新情報をお届けしてまいりますので、ぜひチェックしてください。本日は家族でハワイ旅行おすすめのオプショナルツアー参戦ということで、お子様を連れてのハワイの家族旅行におすすめのオプショナルツアーをご紹介していきたいと思います。本日はこのような順番にお話ししていきたいと思います。まずは生き物たちから学ぶツアー、そして次に映画のロケ地で自然を満喫できるツアー、そして最後に寝れずに気軽に海中探検ができるツアーということで、この3つを順に紹介していきたいと思います。それでは早速ですが、まずは生き物たちから学べるツアーということで、こちらまず泳げるお子様がいらっしゃる場合ですね、泳げるお子様と行かれる場合はイルカ大学というツアーがおすすめです。イルカと一緒に泳ぐことができるツアーなんですけれども、自然、ハワイの大自然や生き物たちから学ぶ学校仕立てのプログラムになっていまして、さらに日本語での案内もあるということで、小さいお子様、ハワイを単純に楽しむだけではなくって、こういった自然や生き物から学ぶことができる、旅行で学びも得ることができる、とっても素敵なプログラムですので、ぜひ小さいお子様と一緒に参加していただきたいプログラムなんですけれども、イルカと一緒に泳いだりだとか、こういった最新の船ではスライダー付きの船になっていまして、海にそのまま飛び込むことができますので、こういったアクティビティ感覚で学ぶこともできるという素敵なプログラムですね。こちらのイルカ大学主催のツアーでイルカスイムやイルカウォッチングなどもございますので、泳げない方でもイルカウォッチングで楽しむことができます。そしてまだ小さいお子様で海で泳ぐのは心配だよという方には、シーライフパークハワイというところもおすすめです。こちらはお昼間はイルカやペンギン、アザラシ、アシカなどいろんな生き物と触れ合うことができまして、一緒に遊ぶことができるんですけれども、それだけではなくって、夜はルアウショー、ハワイの伝統的なショーまで楽しむことができますので、一日こちらで大人の方もから子供、お子様まで一緒に楽しむことができますので、こちらもおすすめです。そして2つ目ですね、映画のロケ地で自然を満喫ということなんですけれども、こちらハワイならではの大自然でのアクティビティを楽しみたいという方には、クアロアランチがおすすめです。こちらもハワイのオプショナルツアーでとても人気のエリア、スポットなんですけれども、ジュラシックワールドやキングコングなど多くの映画の舞台になっているような、この広大な敷地があるんですけれども、この山脈ですね、山脈がまた日本とは違った山々ですごく綺麗だったりだとか、海もすごく綺麗なビーチがありますので、そういった自然の中で乗馬や四輪バギー、ロケ地巡りツアーやジップラインなどいろいろなアクティビティがございますので、お子様の年齢やご興味に合わせていろいろなツアーに参加していただけるんじゃないかなと思いますので、こちらもおすすめです。またアクティビティを楽しめるだけではなくって、こちらでもハワイならではの食文化や歴史について学べるような、教えていただけるようなガイドもついていますので、そういったことも学びながら楽しめるというのがポイントでして、こちらのクワロアランチはハワイの王朝時代、王族しか立ち入ることができなかったような神聖な場所でもありますので、パワースポットとしても人気ですし、この山脈ですね、火山で出来上がった島ならではの特徴的な自然の形をしていますので、日本との違いも楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますし、ハワイでは珍しいシークレットビーチもございまして、プライベートな空間でのビーチも楽しむことができますので、さまざまな楽しみ方があると思いますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。そして最後に濡れずに気軽に楽しめる海中探検ということで、こちらアトランティス潜水艦ですね、潜水艦に乗って水深30メートルのハワイの海底世界を探検することができるアクティビティですね。こちらは泳ぐことができなくてもカラフルな熱帯魚やウミガメにも会えるかもしれないですね。ワイキキ沖に暮らす様々な生物の姿を間近で
濡れずに泳がずに見ることができまして、こちらも日本語のナレーションをダウンロードすることができますので、英語がわからないお子様でも楽しむことができるんじゃないかなと思います。ただ1点注意が必要なのは、こちら潜水艦ですので、暗いところや狭いところが苦手な方はご注意いただきたいんですけれども、それ以外にも92センチ以上のお子様からしか参加ができないというのと、はしごを降りなくてはいけませんので、はしごをご自身で降りることができる方が参加の対象になりますので、こちらはご注意ください。ということで、本日は家族旅行におすすめのオプショナルツアーをご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。この動画が参考になったよという方は、高評価、チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。